皆さんこんにちは。日常の困りごとを心理学で解決する成長マインドセットコーチ中島です。今日の困りごとは小学校6年生のお母さんからいただきました。オンラインゲームの暴言依存について。年齢制限のあるオンラインゲームに息子がハマっていて、その中での暴言のやり取りが気になります。そのゲームをしていないと学校でお友達と話が合わないというし、どう対処すればいいのか分かりません。どうしたらいいでしょうか、教えてください。まあ、これはもうその避けて通れない問題で、本当にですね、家でゲームをさせたくなかったらもう香川県に引っ越しますかっていうぐらいとても難しい問題だと思ってます。私自身ゲームをするので、まあ、うちの子も結構ゲームは自由にやってたりもしたんですけど、やっぱそれでもですね、言葉遣い荒れたりとかっていうのはどうしてもあります。今は話をしながらゲームをできたりするので、どうしてもですね、あのゲームやってやっぱ感情的になっちゃうわけですよ。イラッとしてムカみたいなのがねあります。それを聞いて親としてなんかそのえって嫌だなっていうのもあれば、なんかこのまま行ったらどうしようとか、やっぱ不安な気持ちになってしまうのもわかります。でただですね、じゃあやめてって言ったらやめるのかって言ったら、もうやっぱね、もう6年生とかになるともう親の言うことなんかそんな入んないわけですよ。まあ、自分の小学校6年生の頃を振り返ってみてなんですけど、そんなに親の言うこととかね聞いてましたかっていう話なんですよ。むしろ中学校に上がる前に問題が明確になってよかったねっていうことです。これがですね、中学校に上がると、まあ、もっともっと話聞かなくなりますし、これが高校になれば本当に届かなくなっていくので、今のうちに親子の関係性っていうのをアップデートしていきましょうということ大切になっていくので、ぜひこの機会を有効に使っていきましょう。親がやれとかやるなとかって言って子供の行動をコントロールする時ではもうないわけですよ。子供自身が自分で考えて自分で決めていく、そのサポートを親がどうしてあげるかが大切になっていきます。まず親子で対話することっていうのが大事になっていきます。対話をするために必要なのは、まず親側が子供にどうしてほしいのかっていうのを事前に考えておくことです。でですね、どうしてほしいか、なぜ事前に考えるかっていうとですね、まあ、どうしてほしいって言葉自体がもう上からなんですよね、子供に対して。例えばもうゲームをしないでほしいとか、やってもいいけどこのぐらいでとか、そういう言葉を言わないでほしいとかっていうのも全部上からなわけですよ。上から目線で子供にああせいこうせい言うんではなくて、今の自分の状況を伝えて、それをより良くするためにはどうしたらいいんだろうか、そういったところまでですね考えておくことによって、じゃあ次の親子で対話しようっていうところでスムーズに進んでいきます。でこの時にですね、気をつけていただきたいのは、お前のせいだみたいなことは言わないでください。ですかね、お前がもっとこうしてくれればもっと楽なのにとかっていうのをなしでお願いします。もちろんですね、その1回うまくいったからずっとうまくいくのかっていうわけではないので、要は中学高校に向けての準備としてですね、まあ捉えていただいて、1回、もう1回言いますけども、1回話したからできない、できないからなんでできないんだっていうのではなくて、その対話するっていう関係性を持つこと大切になっていきます。多くの家庭ではその親子の対話だけではうまくいかないケースっていうのはあると思いますので、その場合はぜひ斜めの関係の第三者に入ってもらって対話していくこと大事になります。まあ、実際に中島はそういう仕事もしているわけなんですけども、やっぱり思春期とかになるとですね、親から言われたくないけど他の人からの話は聞くっていうこと多い、多くの子が分かっていてもやってしまうっていうのがあるので、そういう環境もぜひ作ってみてください。思春期になればですね、もう親一人で頑張るとかっていうんじゃないので、なんでもういろんな人に頼んだりしてですね、信頼できる人を見つけて任せていくっていうことをとても大切になっていきます。では今回の動画これで終わりにします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。